うぶ主、とうとうアリスたちのメイン動画の実証実験が決まったようだな。ああ、ついに詳細が明らかとなったぜ。これで実証実験が始められる。で、いつからいつまでなの？7月から10月まで実証実験を行い、前半、後半、サブ動画の順番で活動を開始する。俺とアリスが司会となる。前半はサナエとレミリアが担当となり、後半はチルノと小石が担当することに決定した。そしてサブ動画の場合は、これまで通りの出演で行うことになる。つまり、サブ動画はウプ主が不参加となるということっすね。ああ、サブ動画では俺は不参加となるけど、時々ゲストもやってくることもあるようだ。大体はわかったわ。サブ動画の方がもっと楽しみになるはずね。おいゆうか、慰めになってないだろう。なお、8月は当チャンネルの都合により、実証実験はお休みさせていただきます。また、8月上旬は鉄コメ3周年記念ということで、周年祭動画を公開しますので、周年祭もお楽しみください。8月は俺たちが活躍するのか。まあ、とりあえず頑張ってみよう。同月の上旬は周年祭イベントがあるっすか。今年はどんな内容になるか注目っす。ウプ主、確か周年祭動画も出演しないのよね。やっぱりウプ主のいない動画は最高になるわよ。おいゆうか、仲間外れみたいなこと言うな。ただし、周年祭動画は YouTube のみの配信となりますので、くれぐれもご注意ください。